この動画では、後十字靭帯損傷の画像診断についてお話ししていきます。前回、前十字靭帯損傷について扱いましたが、膝の第2弾として、今回は後十字靭帯にスポットを当ててお話していきたいと思います。後十字靭帯の解剖、正常像について、そして、後十字靭帯損傷の受傷起点から MRI などの画像をどのように読んでいくのかについて詳しくお話ししていきます。キーワードについては、このようなキーワードについて扱っていきますので、このようなキーワードに興味がある方は、ぜひ、ここから先の動画もご覧ください。それでは、始めさせていただきます。後十字靭帯、ポステリオルクルシエトリガメント、PCL は、脛骨が後ろにずれるのを防ぐ靭帯です。靭帯の特徴としては、前十字靭帯の2倍近くの太さで、血流も豊富で、また、張力、も非常に強いため断裂がしづらいといった特徴があります。付着部に関しては前側の大腿骨付着部から後ろ側の脛骨付着部に向けて滑らかなカーブで結ばれていきます。靭帯の信号の特徴としては前十字靭帯よりも全体的に黒いというのが特徴的です。 T2 強調画像の視上段をスクロールしながら画像を見ていきます。こちらに腓骨があるので、外側から内側に行きますが、こちらが前回学んだ前十字靭帯です。今回は後十字靭帯ですので、この靭帯が後十字靭帯となります。大腿骨付着部が前にあり、脛骨付着部が後ろとなっています。このような靭帯となっており、この靭帯のおかげで、すねの脛骨が後ろに行くのを防いでいます。また、前十字靭帯の場合は、特に大腿骨付着部付近がこのように少し白いですけれども、後十字靭帯の場合は全体的に低信号となっています。続いて、感情段で観察していきます。腓骨があるこっちが外側、こっちが内側です。前十字靭帯の場合は、外から内に向けてこのような走行をしていましたが、後十字靭帯はそれにクロスするような形になっています。大腿骨付着部がここにあり、このような走行をし、脛骨付着部へとくっついていきます。前十字靭帯の時と同様に、視上段だけで観察するのではなく、このような感情段、もしくは横断像で、多段面で観察していくことが大切だと思います。前十字靭帯の時と同様に、後十字靭帯も2つの遷移側があります。後十字靭帯の場合は、前外側遷移側、アンテロラテラルバンドル ALB と後内側遷移側、ポステロミディアルバンドル PMB に分かれます。非常に名前がややこしいですけれども、前十字靭帯の時はアンテロミディアルバンドルとポステロラテラルバンドル、つまり前内側遷移側と後外側遷移側でしたが、このコンビネーションが変わり、このような名前になっているというふうに考えると分かりやすいと思います。前十字靭帯の時は、高分解能で撮影した場合、2つの遷移側が同定できる場合もありますが、後十字靭帯の場合は、基本的にこの2つの遷移側は同定できず、損傷することで初めて片方の遷移側が観察できる場合があります。後十字靭帯を視上段で観察していると、後十字靭帯の前後にこのような天井の構造物が見えることがあります。一見、関節内に有利した病変なのかなと勘違いしてしまいがちですけれども、走行をよく追ってみると、特にこの後ろ側の太い方が見やすいので、こちらを追っていくと、半月板に向けて走行していることがわかります。つまり、この構造物は半月板から出て、このように進んでいき、大腿骨に向けて走行していく構造物ということになります。こちらは、半月大腿靭帯。と呼ばれる構造物で、正常構造として意識しておかないと、関節内に有利した病変と混乱してしまうため、注意が必要です。この半月大腿靭帯は、感情段ではより観察がしやすく、半月板から大腿骨の内側下に向けて、このように走行している構造物として分かりやすいです。半月大腿靭帯。メニスコフェムラルリガメントは、外側半月板から大腿骨の内側下に向けてこのように走っていく靭帯です。第3の十字靭帯と呼ばれ、後十字靭帯を前後に挟み込むように走行しています。後十字靭帯よりも前の部分を半振り靭帯、
後十字靭帯よりも後ろの部分をリスバーグ靭帯と言います。一般的にはリスバーグ靭帯の方が太く大きいようです。このハンフリー靭帯とリスバーグ靭帯は片方のみもしくは両方とも欠損する場合があります。この靭帯を正常構造として意識しておかないと半月板や後十字靭帯損傷と見誤ってしまうことがあるため注意が必要です。正常構造として意識すること、そしてもし疑問に思った場合には必ずスライスをめくって走行っていくことが大切だと思います。それでは基本的な解剖をされたところで後十字靭帯損傷の話に移っていきたいと思います。まずは受傷起点ですけれども、後十字靭帯の損傷の典型的なエピソードは交通事故によるものが多く、ダッシュボードによる損傷が多いです。またスポーツ等で膝から崩れ落ち、すねを思いっきり打ちつけるような損傷、脛骨が後ろに行き過ぎることによって後十字靭帯に過大なストレスがかかることによって損傷するとされています。またこちらは前十字靭帯損傷と同様ですが、スポーツ外傷による膝の過伸展などでも損傷すると言われています。それでは MRI の画像を使って後十字靭帯損傷の症例を見ていきたいと思います。37歳男性、バイクでの転倒の症例です。こちらに前十字靭帯がありますが、後十字靭帯に関しては明らかにこの部分が主題し高信号になっていることがわかります。このように後十字靭帯の損傷は視上段で非常に観察がしやすいです。このような場合には必ず多段面で観察することが必要で、冠状段では内側から外側に行く靭帯を探していくと、こちらが後十字靭帯ですけれども、この部分でも明らかに主題し高信号となっています。横断像でも同様にこの部分が高信号になっています。このように後十字靭帯損傷では靭帯が主題していたり、靭帯の内部が高信号になっていないかをしっかり観察する必要があります。前十字靭帯損傷の時と同様に後十字靭帯での損傷でも多方向で観察することが大切です。最も見やすいのは視上段だと思いますけれども、それに対応する冠状段、横断像での高信号も同様にチェックしていきます。後十字靭帯断裂についてですが、後十字靭帯は非常に太くて強固なため靭帯損傷の中での割合は少ないとされています。すべての膝損傷で 3-20% 程度、手術を要する膝外傷では 1% 未満と言われています。後十字靭帯損傷で手術が行われることは非常に少ないです。また単独損傷は 30% 程度で、 70% は他の靭帯や半月板損傷を伴うことが多いとされています。また完全断裂の頻度は少なく、不完全断裂、靭帯内損傷が多いです。完全断裂の場合には連続性が途切れますが、不完全断裂の場合には連続性は保たれます。また後十字靭帯は正常では非常に低信号なため、その中でこのような高信号を探すという意識が大切です。また靭帯のたわみ、靭帯内の高信号、不連続性を丁寧に観察していく意識が大切だと思います。この方は34歳男性で、脛骨付着部の裂離骨折を伴った症例です。プロトン密度強調画像の脂肪抑制で、このような裂離骨折が見受けられ、母床との間に関節液が入っている像が得られていますが、裂離骨折自体は CT やレントゲンの方がわかりやすいです。この方は T2 スター強調画像の視上段で、後十字靭帯の主題が見受けられますが、それに伴って前方のハンフリー靭帯と後ろ側のリスバーグ靭帯に主題した靭帯が食い込むような像が得られています。このような像が得られるのも後十字靭帯損傷の特徴的な画像の一つです。後十字靭帯の裂離骨折は ACL が若年者に多いのことと対照的に成人に多いとされています。裂離骨片と母床の間に関節液が流入すると不安定性の原因となり、関節結晶を伴う場合があります。後十字靭帯には2つの繊維束、前外側繊維束アンテロラテラルバンドルと後内側繊維束ポステロミディアルバンドルの2つがありました。後十字靭帯の部分損傷が起こると1つの繊維束のみ高信号を提出することがあります。こちらの症例では後十字靭帯の前側と外側にのみ高信号が見受けられ、前外側繊維束の部分損傷となります。
後十字靭帯損傷でも骨同士が衝突を起こし骨挫傷、ボーンブリーズを起こす場合があります。こちらの後十字靭帯損傷の症例では脛骨の前側と大腿骨の内側下に骨挫傷の所見が得られています。骨浮腫を反映し水信号が上昇するため T1 強調画像で低信号、脂肪抑制のプロトン密度強調画像や T2 強調画像内で高信号の画像所見が得られます。後十字靭帯損傷の骨挫傷の基準は大きく分けて2つあり、脛骨が後ろに行くストレスがかかりすぎることによって靭帯が損傷し、通常よりも脛骨がこのように大きく後ろにずれてしまいます。それが戻ってくる際にこのようにぶつかり大腿骨の背側面と脛骨後弦の前方に損傷が起こるパターン、もう一つは下伸展になりすぎることによって脛骨付着部の剥離骨折が起こり、その剥離骨折が起こった際にこのようにぶつかり大腿骨と脛骨の前面に骨挫傷が起こるパターンがあります。両方の基準に共通することは脛骨の前面に骨挫傷の跡が残ることで、脛骨の前面に骨挫傷の信号があった場合には後十字靭帯損傷を疑うといいと思います。後十字靭帯損傷を示唆する二次所見としてリバーススゴン骨折があります。前十字靭帯損傷の際には脛骨の外側が剥離骨折を起こすスゴン骨折について扱いましたが、その反対ということでリバーススゴン骨折といいます。脛骨の内側に剥離骨折が起こりレントゲンでもわかる重要な所見です。この原理は内側側副靭帯の深層ですね、半月板と脛骨をつなぐメニスコティビアルリガメントのこの部分の付着部にストレスがかかりすぎることによって剥離骨折が起きると言われています。通常のスゴン骨折は下体の内反外旋で起こりますけれども、その反対であるリバーススゴン骨折は下体の外反外旋が原因で起こるとされ、内側半月板断裂を伴うことが多いとされています。前十字靭帯損傷と同様、後十字靭帯損傷の MRI 診断度も感度 91.0%、得意度 99.4% と非常に高いです。都市検査としてはサギングサインと言われる脛骨後方落ち込む兆候を調べるテストや後方引き出しテストと言われるテストでチェックしていくことになります。 MRI 単独の診断ではなく病歴聴取、整形外科医による診察と組み合わせて施工することが望ましいというのは前十字靭帯損傷と同様となります。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は後十字靭帯損傷について解説させていただきました。まず後十字靭帯の正常画像を頭に叩き込むことがとにかく大切です。信号としては前十字靭帯よりも全体的に黒く靭帯自体が太いというのが特徴的でした。また2つの繊維束として前外側繊維束アンテロラテラルバンドル ALB と後内側繊維束ポステロミディアルバンドル PMB の2つがありました。周辺の靭帯としては半月大腿靭帯ですね、前方を走るハンフリー靭帯、後方を走るリスバーグ靭帯の2つがあり、これらを正常構造として認識しておかないと病気と誤診してしまう可能性があるというふうに紹介させてもらいました。また後十字靭帯損傷で後十字靭帯が大きく主題した際にこのハンフリー靭帯とリスバーグ靭帯に食い込むような像が得られる場合もあります。前十字靭帯の時と同様にポジショニングの際に受傷起点と痛みの部位をしっかり聞き取るようにしましょう。画像所見としては靭帯の連続性、信号変化、骨挫傷、剥離骨片などを丁寧にチェックしていきます。後十字靭帯自体は非常に太く強固なので連続性が途切れる完全断裂は非常に少ないですけれども、靭帯自体が高信号になる信号変化についてしっかりとチェックしていきます。また骨挫傷としては脛骨が後ろに押されたり下伸展によって骨同士が衝突し骨挫傷を起こしますが、脛骨の前面に骨挫傷が起こるのが特徴的でした。剥離骨折としては脛骨の後ろ側の後十字靭帯の付着部の剥離骨折が起きたり、リバーススゴン骨折についても紹介させていただきました。以上が後十字靭帯損傷のまとめとなります。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。
動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。